日本が G7 を主導、米国務長官が称賛、中国・批判声明で、先日、アメリカのポン・ピオ国務長官が6月に G7 の外相が中国の香港に対する国家安全法の導入について、深刻な懸念を表明したことに対し、日本が G7 を主導したと称賛いたしました。 この中国に対する動きについては、まあ、どうもですね、日本以外の G7 の各国が、まあ、どうも中国に弱腰と、まあ、イギリスやアメリカ、オーストラリアなどは、中国に同活されておりますので、徹底的に対抗しておりますが、まあ、それ以外の ドイツですとか、フランスですとか、まあ、いった国々が、どうもですね、中国に弱いという問題がございます。まあ、先日公表されたアメリカの戦略国際問題研究所の報告書によれば、日本は欧米よりも中国に浸透されていないと結論付けられておりますので、まあ、こちら要するに、欧米は 中国に浸透されているとアメリカ政府も認識しているものと思われます。現状、中国政府、中国共産党は世界中の民主主義を悪用し様々な形で浸透、潜入して工作活動を行っていることが確認されておりますのでアメリカ政府には中国政府、 中国共産党の悪行について、今後も証拠をもとに徹底的に批判をしていただき、速やかに中国包囲網を構築していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。